遅いな。今何時だと思ってんの？ ごめんなさいとかじゃなくて、もう6時45分。今日何時からの予定だったっけ ?6 時だよね。え、遅刻の連絡しましたとかじゃないのよ。何時に連絡してきた ?6 時過ぎてから連絡してきたよね。遅れますってもう遅れてんじゃねえかよ。6時からのシフトで、ねえ、遅刻するんだったら、6時より前に連絡しないとおかしいでしょ。こっちもいろいろと準備があるんだから、6時過ぎてから遅れます。もう遅刻してんじゃねえかって話でしょ。わかるほんで、6時半ぐらいに着きますって言ったよね。6時45分。さらに遅れ ってんじゃないかって話だよもう落ち着いちゃったあごめんなさいとかやめて俺が悪いみたいになっちゃうでしょ違うのよあなたが全て悪いえ社会舐めてるよねねえなんで6時より前に連絡できなかったの LINE でいいって言ったよね電話大変かもしれないよ LINE だと一斉も打てるんじゃないかよねえ6時過ぎになっちゃってなんで ごめんなさいとかじゃない、なだからそっちらは俺が悪いみたいになるでしょ。わかるの本当に。あ、もう全部もうねあ、落ち着きました。めちゃめちゃ忙しかったよ。一人で頑張りました。あ、もうやることないですね。もう帰ってくださいって言いたいところだけど。まあ、そこまでは言わないよ。うん。あ、タイムカード切らないで。あタイムカード切らないでもう。うん。あ、大丈夫。もうタイムカード6時に切っといてあげたから。 おはよう。おっさやな。今日も遅刻か。また一弦と二弦飛ばして、三弦も途中から入ってきて。しょうもねえな。大丈夫なお前。いいゴミ分ですね。 ま、正直、他人だからどうでもいいんだけどさ、たださ、三元途中から入ってきて遅刻してるのにもかかわらず、あの人とくっちゃべってうるせえ、こっちは集中して講義受けてんだよ。お前みたいな奴がいるからな、士気が下がるんだよ。授業ちゃんと受けて、勉強しっかりして、やってきてえのにさ、いや、どうでもいいよ、別にお前が単位を落とそうかどうとかどうでもいいんだけどさ、人に迷惑かけんなよ、マジで。社会なめてんの、本当に。まあ、どうでもいいんだけど、やっと一元二元でよく飛ばしてるけどさ、一回の講義、 学技高いんだだぞお前親に学技払っっててもらってんだよな,なあそうだよな一回の攻撃だえよそういうの親知ってんのか知らねえよなそういうな親の気持ちとかそういったものを踏みにじってるやつめちゃめちゃ腹が立つヘトが出るんだよなあ お前がどうなろうが正直どうでもいいけどさ、人の気持ちはちゃんと汲み取ってやれよ分かってねえな。どうせテスト前とかになったら人からノート借りたりとかレポートもさ、人から写させてもらったりとかしようとしてんだろう。かっこ悪いな。お前自主休校とかよくしてるけどあれかっこ悪いからな。はあ、かっこよくねえからな。チャラついてもダセえからな、マジで。行き過ぎなんだよ、本当に。大丈夫。今日の一元と二元に関しては全部大変しといたから。